暑い季節にぴったりの1週間お団子アレンジを紹介します。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ミディアムヘアからロングヘアの方向けの超簡単な1週間分のお団子アレンジを紹介します。それでは早速行ってみましょう。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませていきます。ブラシで全体をなじませます。まず後頭部の位置で一つにまとめます。ゴムでお団子にして結びます。その時に毛先は最後下に来るようにお団子します。このような感じになっていれば OK です。トップの部分とその少し下の部分を軽くボリュームを出します。下の髪の毛を半分に割ってお団子の上でクロスさせます。クロスさせたら毛先を下に持ってきます。毛先を内側でまとめて上からゴムで挟んでいきます。頭を振って崩れなければ完成です。今日はオイルを4滴出します。オイルを髪全体にしっかりなじませます。ヘアブラシで溶かします。耳ラインで上下に分けます。上の髪の毛を耳ラインの位置で一つに結びます。上の髪の毛をダッカールで留めておいて、下の髪の毛をさっき結んだすぐ下のあたりでゴムで結びます。2つに分けることによって襟足の部分が絡みづらくなります。2つの髪の毛を一緒に持って三つ編みしていきます。毛先を横に持ってきて最後お団子にして結びます。崩れにくいように髪の毛全体にスプレーを振っていきます。軽く毛羽立ちを抑えます。頭の形をきれいに見せるためにトップの部分少しだけ高さを出します。三つ編み部分を半時計回りに巻きつけていきます。毛先の部分はしっかり中にしまい込みます。三つ編み部分と根元の部分をピンで挟んで上からピンを刺していきます。左側の部分も三つ編みと根元をしっかりピンで挟んで刺していきます。
ベイビーオイルを使います。4滴使います。オイルを髪全体になじませます。ブラシでなじませます。右上から斜め下に三つ襟の部分に向かって分け目を取ります。左側の髪の毛を真ん中に持ってきて、耳下ぐらいの位置で一つに結びます。表面の部分を軽くほぐします。右側の髪の毛を先ほど結んだ横で一つに結びます。右側の髪の毛のこの辺りの位置に空洞を開けます。左側の髪の毛を空洞に通します。右側のこの部分を少しほぐします。前回はここで完成だったんですが、今日はここからお団子アレンジをしていきます。髪の毛を3つに分けます。三つ編みしていきます。ゴムで結びます。毛先はお団子になるように最後まとめます。襟足のあたりに時計回りに巻きつけていきます。毛先を内側に入れ込みます。毛先の部分と根元の部分を今ピンで挟んでる状態で、それで留めていきます。三つ編みした部分と根元の部分を今ピンで挟んでる状態でしっかり留めます。お団子部分をこの辺りとこの辺り2箇所ほぐします。整えたら完成です。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい垂らします。手のひらに伸ばして、毛先から順に表面までしっかりと伸ばしていきます。このくらいしっかりとオイルがついてれば OK です。顔周りともみあげを 1.5 センチくらいずつ奥で毛を下ろします。だいたい耳のラインで上下に分けます。しっかりと手ぐしでまとめていきます。分け目よりも少し下でまとめていきます。ゴムのヘアアクセを使います。お団子になるように結んでいきます。飾りの部分を上にして、毛先を下に下ろします。余った毛先の3分の1くらいを取ります。これをゴムの飾りの部分の内側を通して、ゴムの隙間に毛先を挟みます。
こうするとゴムが隠れてくれます。ゴムの周りを3ミリ束くらいで5箇所ほぐしていきます。その上の間の髪の毛を同じ束で4箇所ほぐしていきます。そしてサイドを耳上を少しと鉢よりも少し下の部分を少しずつほぐします。お団子は裂くように3箇所ほぐしていきます。ホリスティックキュアのストレートアイロンを使います。毛先を少しずつ束を取って外羽に巻いていきます。顔周りも外羽に巻いていきます。もみあげも同じように外に巻きます。同じように両方巻いたら完成です。エアスリークアイロンを140度で巻いていきます。毛先を外羽に巻いていきます。これくらいしっかりカールがつきます。反対側も同じようにやっていきます。ベイビーオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらにしっかり伸ばして毛先から表面までしっかりとつけていきます。遅れ毛は前髪と生え際の隙間を埋めるように下ろすのと、もみあげも少し下ろします。幅はだいたい1センチから 1.5 センチくらいで下ろします。耳上で半分に分けます。耳の高さくらいでお団子に結びます。お団子の部分を持ちながら真ん中、底の横、反対側と今出したその間の部分を2箇所ほぐします。下の髪の毛を半分に分けます。右側の髪の毛をお団子の毛先と一緒に下からねじりながら巻きつけていきます。ゴムで結びます。残りの髪の毛を上からねじりながら巻きつけていきます。左側に毛先を持ってきてゴムで結んでいきます。
ねじった部分を少しほぐします。もみあげの部分を外羽に巻きます。顔周りの部分は外巻きに巻いていきます。反対側も同じように折っていきます。指先にオイルをつけて毛先を保湿しながら少し裂いていきます。後ろもつけてほぐしたら完成です。ベイビーヘアオイルを使います。5滴使います。髪全体にオイルをしっかりなじませます。ブラシで整えます。後頭部よりやや上ぐらいの位置で一つにまとめます。ゴムでまとめます。表面の部分を軽くほぐします。手先半分ぐらいのところでゴムで結んでいきます。真ん中に空洞を開けてくるりんぱします。表面の部分2箇所と裏の部分2箇所ずつほぐしていきます。こんな感じでボリュームが出ていたら OK です。ゴムを少し下にずらして髪を巻きつけていきます。手先まで全部巻きつけていきます。お団子をゴムで挟みます。もし毛羽立ちが気になる方がいたらスプレーを振ってなじませたら完成です。N.のオイルを使います。3滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。耳後ろで分けます。後ろの髪の毛を後頭部のあたりで団子にしていきます。この時に毛先が下に来るように折っていきます。
ホップの部分を軽くほぐしていきます。お団子の部分も軽くほぐします。最後の髪の毛をお団子の上に持ってきてクロスさせて2、3回ねじります。クロスした毛先と下の毛先をまとめます。下で結んでお団子にしていきます。最後にバランスを見ながらほぐします。ほぐしたら完成です。はい、というわけで1週間分のお団子アレンジを紹介させてもらいました。このアレンジができるようになると大体のヘアアレンジができるようになってます。なんか同じように見えてもプロセスが全然違ったりもするので、ぜひこのやり方を皆さん覚えてみてください。それで1週間頑張ってやってみてください。アレンジが上手になってますよ。はい、じゃあこの動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。